トーマス・ラルヒャーは、オーストリアの作曲家、ピアニスト。トーマス・ラルヒャーは、ウィーン国立音楽大学で教育を終えた。そこでは、ハインツ・メジモレツと、エリザーベト・レオンスカヤにピアノを、エイリヒウルバンナーに作曲を学んだ。彼は在学中からとりわけ現代音楽の領域で、ピアニストとして知られるようになった。ラルヒャーは、クラウディオ・アバド、ピエール・ブーレイズ、デニス・ラッセル・デイビス。 フランツ・ウェルザー・アメストラの指揮で演奏したことがあり、ハインツ・ホリガー、オルガ・ノイビルと、イザベル・ムンドリーのような作曲家の作品を演奏している。彼はまた積極的に音楽祭に関わっている。彼は、サウンド・トレーシス、クロング・シュパーレン音楽祭と、ミュージック・イン・ザ・ジャイアント、ムジーク・イム・リエセン音楽祭を創設した。ピアニストとしては e c m 1 9 9 7年から、 ホリガーの無言化で参加、現在も ECM を中心に活動を継続している。数年来、ラルヒャーは作曲を主としており、オーストリアの現代音楽の主要な作曲家の一人とみなされている。彼の初期の作品は主にピアノと室内オーケストラ向けだったが、近年は並行して室内楽やオーケストラやアンサンブルのための曲、 独奏とオーケストラのための曲に広がっている。ラルヒャーは国際的に有名なソロイストとアンサンブルのために数多くの作品を書いている。また、ルゼルン音楽祭、ロンドンのサウスバンクセンター、ウィグモア、ポール、アムステルダムの土曜日の街ネから作品を移植されている。作風はオクターブやメロディが素直に出ており、主題はソロあるいは 第一バイオリンで提示されるほど感銘である。プロムス2016で発表した公共曲第2番も A 音上の炭三和音を必要に誇示する一方でストラビンスキー風のくさびを単純なリズムで刺し続けた後にメロディーが回帰しており前衛音楽というよりは映画音楽のスタイルといって過言ではない。ただ ECM と契約してから オーケストラからの人気や人望は厚く、大編成での仕事を次々とこなしている。ピアノとオーケストラのための競争曲も、オクターブとメロディーに支えられ、カンと級の楽章の対比は、古典音楽のように明確である。ピアノコンチェルト www.、www.youtube.com、youtube2021 年8月9日閲覧、ありがとうございます。